FMN1FMN1 株式会社 FMN1 は石川県の野の市市の全域、白山市並びに金沢市の各一部地域を放送区域として超短波放送を行っている特定地上機関放送事業者である。同一の愛称でコミュニティ放送を行っているが、北国新聞の番組表などでは FMN1 と表記される場合がある。 金沢工業大学が中心となって設立されたコミュニティ FM 局で北陸電気通信管理局管内では初のコミュニティ FM 局である。本社演奏所、送信所ともに金沢工業大学の関連施設内にある。放送波は垂直変波で送信されている。放送形態は5次会式典で日曜日深夜を除き24時間放送で深夜の時間帯は 自主制作番組の再放送に割り当てしている。自主制作番組に力を入れており、自主制作率は放送エリアが、ほぼ重複する金沢市のラジオ金沢を上回る。長らく北国新聞のラジオ番組表に掲載されて、いなかったが2009年4月1日より、FM 過北と共に掲載されるようになった。しかしながら、現在でも、金沢ケーブルなどのケーブルテレビ並びに、 優先での再送信は実施していない。コミュニティ FM 局でも増加傾向であるラジオショッピングは開局以来一切放送していない。特徴として収録番組の比率が比較的高く平日の朝7時の枠並びに週末や年末年始はほぼすべてが収録番組となる。 2019年4月の番組改編で土曜、日曜のほとんどの時間帯が再放送に変更されている。また、長時間のローカルワイド番組の放送は行われていない。演奏楽曲として、いわゆる演歌と呼ばれるものは流さない。曲は最初から最後まで書けるということが曲世である。2017年3月から9月までの期間に、 断続的に周辺で開催されるイベントに合わせ、免許人は手っ取り洗浄地祭り発信実行委員会であるが、その本部、演奏所、送信所は当局と同一であった。開局当初は一部時間帯で PCMZ スカイの再送信を時期は不明だがほどなく JWAVE の再送信に切り替えてしばらく行っていたが2009年4月1日をもって廃止となった。 以後、ほぼ100%自主制作となった。J-Wave の再送信を行うコミュニティ FM が多いが、同局が全国で初めて再送信を始めたのが、きっかけとなり、全国に広まっていったものである。開局当初から一部の時間帯で J-Wave の番組を再送信していた。また、日曜深夜については2005年3月までは、J-Wave の Jays Journal や、 音楽セレクション番組を放送していた。しかし、2008年6月にサイマルラジオを開始するにあたり、J-Wave の番組はサイマル放送できないため、2009年4月1日をもって J-Wave の再送信を終了した。これにより、石川県内において J-Wave 再送信曲がなくなった。2020年10月時点、詳細は、 公式サイトの週刊番組表などを参照。インは再放送が設定されている番組。曜日記載のないものはすべて月曜日から金曜日までの放送。生放送ニュース、情報枠その他の番組た多数2005年12月27日に開局10周年を迎え、特別番組が放送された。AI パーソナリティなど FM、N1 にはスタジオが6つあり、 いずれも頭文字がアルファベットの S となっている。本社金沢工業大学国際高等専門学校白山麓キャンパスサイモルレディオの使用プレイヤーは唯一独自のプレイヤーを用いている。2010年4月からは iPhone においてもサイマル放送を実施しており、スマートフォンのアプリケーションでも聴取可能。また以前は u s t r e でも配信を実施していたが、 権利上局が流せないため、無音のスタジオが配信されていた。ありがとうございます。